ハンターを一掃するぞ。気を抜かず逃げ。はい、どうも皆さんこんにちは、ハンジャでございます。今回はですね、スコープ付きのね、武器のね中からバリアブルライフル、新しい武器ですねを使っていきたいと思います。バリアブルライフルは4発ですかね。で、敵を倒すことができる武器であって、威力をね、もう上おるやん。威力を鍛えれば2段階とかだったらもうすごいね。下来てるよ、そこ。外したな。あ、蘇生しとるの。いけいけ、やれやれ。こう上か。上にいるな。これバレてないでしょ、僕。オッケー。オッケー。よいしょ。いただきマウス。ちょっとね、敵さん蘇生いてたんでね、いただきました。ちょっと味方が倒したやつも取っちゃいましたけど、おったね。この速さですよ、いいですね。で、スカベンもつけてます今回。バリアブルライフルのいいところはですね、威力と弾薬がね安いんですよね。すごい、これがもうね、ちょっと2段階まで今回ちょっと鍛えていきたいですね。片手についたね今。煙幕も2個作るか。後ろから来てんじゃない。僕バレたかな、これバレてないですね。これですよ。アップねー。でもちょっとエイムが悪かった、ね、もう一人来てるな。大丈夫か。外した。うん、弓がいるな。ちょっと待って。あっぷね。どこから狙ってる弓。あれか。これで敵が一人減った。オッケー。あ、おるわ。あっぷね。敵だ、そこにいる。煙幕だ。やばい。一人取る。おっぷね。今回ちょっとね、意味もなく必殺のとどめをするっていうね。やったぞ。バリアブルライフル強いですね。これ奥いるんじゃない？大丈夫？危ね。いけるか。よし、いいですね。スカベンつけてるとやっぱり弾の減りがね、少なくなるんで。バリアブルライフなんか特に弾も安いですし、弾切れを起こすことが少ないかもしれないですね。そういう意味では。なのですごい、使えればねいい武器だと思います。あと一応スコープで覗けるんですけど、僕はこれちょっとやりにくいんで普通に狙いますけども、まあ今こんな感じでまだ死なずにね、なんとか頑張っております。僕にしてはすごい、珍しい動画になってますけどもあ、上爆弾置いてるな。大丈夫かあいつ。おお、危ない危ない。あ、上登りましたね今一人。あいつは一人かな。この辺ちょっと潜んでそうな気がするんで怖いですね。こう後ろいるんですよ。あっぷね。一人いるんですよって、もう普通に隠れてたわ。ちょ、皆さんちょって一回引きましょう。この方クリアリングすごいしてくれますね。いい味方ですね。左側の武士のところにいますね。ちょっと回復は作っときたいな。
で、僕結構リロード忘れてしまうんで、大丈夫かこれ。ハンターだ。うわ、外すか。一人倒した。上行け、そのまま。この速さですよね。これがいいんですよ。下にいたな。大丈夫か。ちょっと弾がないな。意外と。弾買うか。こんだけ買えるんですよね。これがいい。バリアブルライフのね。2段階強化ですごい早かったですもんね。どこだ。あ、1人か。大丈夫か、あれ。とね、裏取られそうで怖いんで、ここはちょっとみんなと同じ方向を向かないようにはしておきます。多分ね、この左側倉庫の中にいそうなんですけど、怖いなあ。いるね。後ろ取られてないか、あれ。あ、バレたな。お、マジか。相打ちか。ふう、こいつを倒してくれ。急いでくれ。死んじまう。ありがとう。ありがとう、助かった。マジ助かった。ありがとう。一人消した。来てるね、敵。するから援護してくれ。いやー、今回ちょっと味方さんがすごい。もう一人来てたよね。大丈夫か、あの人。ナイスだ。味方さんのおかげで僕もね、死なずにまだ住んでますから。来たな。いやー、やっぱりこれが連携ですよね。まあ、僕が結構無駄に動いてますけど、今あの岩肌の奥ぐらいにいたな、一人。あの人も裏取ってるかな。二人いるかな。後ろから来てるな。やつらだ、急げ。ナイスナイス。うまいことマークをする。おお焼かれちまったぜ。どうしようかな。アーマー切れたら着たいんですけどね。もうでも敵さんが、あー、やばい。おお、危ないな。ナイスナイス。あれ9ミリですね。すごいな、この人9ミリで頑張ってるのか。もう敵さんが残り2人になってますから。この辺にいたよね、さっき。敵さん怖いな、ここ。最後の方でやられそうな気がし、仕方がない。あ、いたね。あれ大丈夫か。もう2人だからな。こっち来るか。いや、あれ上かな。どこだ。あー、やばいな。こっち来るか。上だな。ナイスだ。あと一人か。この辺に、上にいるな。手当てが必要だ。援護しろ。はい、ということでね、今回は、炭鉱で新しい武器、バーストじゃなくてバリアブルライフルね。この速さですよね。はい、ということで、今回はね、新武器の紹介をして終わりたいと思います。ではでは。